秋巡業の大相撲常滑場所が10月14日に行われます。常滑市での開催は2019年の秋巡業以来5年ぶりです。今日は巡業担当の元青木山の枝川親方が常滑市の伊藤達也市長を訪問し、常滑場所を PR しました。若手の、力士が今伸び盛りなんで、その力士を見てもらって、お相撲さんを身近に感じていただけたらなと思います。地方巡業は幕内力士による取り組みが間近で見ることができるほか、技や禁じ手をコミカルに紹介するしょっきりなどが披露されます。チケットは先行販売が来月6日と7日、一般販売は来月13日からです。